なんか、1月21日の泉健太さんの記者会見が、ついに福山哲郎を見限ったというふうに受け取られてる気がするけど、勘違いですよ。皆さん、こんにちは、はんやです。本日は2022年1月22日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、正直、泉健太代表は、この CLP 騒動についてうやむやにする気だ。そして、玉木さんすげえな。ということになります。 この動画では1月21日の立憲民主党泉健太代表の CLP 騒動についての一般の見解がある意味誤って広がっていることについて苦言を呈したいと思いますのでぜひ最後までお見逃しなくまた泉健太ふざけるなと思った方はぜひコメント欄で思いを教えてください泉健太よく言ったと思われる方もいればねその理由を教えてくださいねでは今回の目次はこちらです では、軽く前提知識を共有しておきましょう。まあ、とはいえ、散々この話してますので、またかと思われる方も、短くします。で、公共メディアを受賞する、まあ、CLP というメディアがあるんですね。これは、元 TBS の社員さんが始めたものです。しかし、経営がうまくいかず、そんな時に立憲民主党の福山哲郎氏と話をするんですね。 その話し合いの結果、立憲から CLP は1,500万円ほど資金提供されることになります。しかし公共のメディア、どこにも傾かないと言ってるのに、CLP は立憲から金が入ってたことを内緒にしてたんですね。 それがバレたからさあ大変。結局この件については福山さんは認めるし、立憲は西村幹事長をトップとしてこの問題について調査をします。しかし、その調査自体がひどいものでした。しかも福山氏が CLP に資金提供した件は不適切だったけど違法性がないので福山氏を処分しない。という判断だったので大炎上。 しかも、そのゴミのような調査結果を泉健太代表は納得し、また、第三者委員会との調査は不要と会見で断言したから、ますます国民から批判されましたよね。まあ、そんな状況で1月21日に泉健太さんの新しいコメントが世間を少しだけにぎわすんですね。では、早速こちらの記事をご覧ください。こちらは産経新聞1月21日の記事ですね。見出しは、報道番組への資金提供問題。 福山前幹事長が当事者説明をと立民泉代表以上ですね。では中身も引用しておきましょう以下一部引用です。 立憲民主党がインターネット報道番組を制作配信する Choose Life ェクトに広告代理店などを通じ約1500万円の支援を行っていた問題で立民の泉健太代表は21日の記者会見で福山哲郎前幹事長の単独の決算だとした上で当時の当事者である前幹事長が国民に説明すればならないと思う説明が必要なことがあれば本人が説明すると述べた 第三者による再調査に関しては、泉氏は、西村千奈美幹事長に調査を要請し、幹事長が皆様に示したと述べ、改めて否定した。以上ですね。で、この説明が必要なことがあれば、本人が説明するという部分が、お 福山哲郎が切られたみたいな反応を読んだんですね。しかし、それは多分間違ってますよ。で、実際に記者会見を全部見ましたところ、会見終了間際にこのようなやりとりが記者とあったんですね。詳しくは概要欄参考動画の記者会見を見てほしいのですが、文字起こしをしておきましょう。まあ本当は記者会見の動画を引用したいんですが、ほら、立憲さん、動画の削除を求めてくるかもですし、 ま、ちゃんと著作権法の要件を満たした引用しかしませんから、大丈夫なんですが、目をつけられたら面倒くさいので、文字起こして我慢してください。では、以下、文字起こしです。記者。すいません。最初にご質問した CLP のことで、先ほど代表が、福山氏は説明をするべきだろうとお答えになりましたが、ということは、福山氏が説明をする場を何らかの形で設けるという考えでよろしいのでしょうか泉。 あの、説明するべきだろうというよりも、それはまさに、我々としては、前幹事長からヒアリングをしました。一方で、ご本人がさらに説明が必要なことがあれば、それはご本人として説明をされるということだと思います。以上ですね。はい。特に立憲民主党としては、福山氏に新たな説明を求めたりはしないんですね。単に、福山氏が説明をすべきと思えば、福山氏がすると、まあ、それしか言ってません。 で、そもそも西村幹事長の調査が始まる前から、以降は福山哲郎事務所に聞いてくれ、と最初の段階で福山事務所は話してたんですよね。ですから、この泉健太さんの説明は、なんだその当時から変わってませんそして、党が記者会見の場を設けたりしないということは、福山氏がどういう行動をしても、立憲としては責任を取らないということですよね。これはまずいわ。 西村幹事長の調査結果会見で問題になったことについて何ら疑問を解消できておらず、そして立憲民主党は党としては全て終わっており、あとは当事者だったとされる福山氏がどうするか決めるって。そして何より問題なのは、すでに立憲民主党は党として福山氏については不適切だったが違法ではないので処分はしないとしてるんですね。 したがって、新たな事情でもない限り、福山氏が処分されることはおそらくありません。そしてすでに、会見内容についてはおかしいと言われているのに、新たな調査をするつもりはないと言い、第三者委員会などによる調査を否定している状況においては、福山氏が逃げ続ければ、それで終わりですよ。記者から何か言われても、調査した結果は問題ないとわかったと言いつけたらいいんだから、福山さんサイドも。 以前の動画でも言いましたように、どうも今回の立憲の調査は、相手当事者でもある CLP に対しても聞き取り調査はしてないんですね。そもそも、金は白報道に渡しており、それ以降は民間同士の取引だから。として、西村さんは CLP については何ら調査をする気がない。もしくは、調査結果を公表する気がない様子ですので、いくら記者が CLP の説明とは違うと言っても立憲側はそれは民間同士の話ですから何も言えませんと逃げ続けることになるでしょう。ところで21日に公開された常年司さんの動画で国民民主党の玉木雄一郎さんが爆弾発言をしてましたね。詳しくは概要欄参考動画常年司の2分あたりからご覧になってください。 そこでは、玉木さんがこのようなことを発言していますね。以下、玉木さんの発言の大体の持ち起こしです。私もね、出演をしたことがある。確かにね、かなりしつこかったな。出てくれ、出てくれって。でもね、あれは明らかになりましたけどね。他にもなんだろうな、ハーバードビジネスオンラインとか、リテラとかにお金いってないのかな以下略。おいおい、玉木さん、実名出しちゃってるよ。 私はこの2社が立憲民主党からお金が出ているという確証とか何も持ってないので何も言えませんよ。私としては権力者である国会議員が何ら根拠もないのに民間企業に対して不正を匂わす発言はよろしくないと思いますよ。しかし、動画でこれほど堂々と立憲からお金が出てそうって名出しするとか、玉木さん。何か根拠でもあるのかなもしあるなら立憲泥沼じゃ。ん。 で、話を戻すと、基本的に、現状、立憲民主党は、福山氏を切ったとは思いませんね。処分は何らされてませんし、公認取り消しもありませんから、このまま選挙に突入できれば、福山氏としては、ある意味、逃げ切ったも同然です。もちろん、福山氏一人に責任を押し付けているという側面もありますが、処分は一切ないのがおかしい。会見も、福山氏に対して、党としてやらせる気もおよそ見えない。 なんかね、先ほど挙げた玉木さんの話なんかも、まあ、どこまで根拠があるのかわかりませんが、まだまだこの手の話は立憲にはありそうですね。それがどんどん解放されたらどうなるんだろう。それが怖いから泉さんはこの問題をうやむやにしようとしてるのかな。私はね、この話が立憲とって、 ものすごいネックになると思ってるんですけども、皆さんはどんな風に思われたでしょうかぜひともね、皆さんの感想、コメント欄で教えてください。ではぜひとも、こちらの動画や再生リストもチェックしてくださいね。では、チャンネル登録、高評価もお待ちしております。ではね、バイバイ